アドルフ・ムシク、2008年アドルフ・ムシクは、スイスのドイツ語作家、ドイツ文学者、チューリッヒ州ゾリコンに生まれる。チューリッヒのギムナジウムに通い、チューリッヒ大学、ケンブリッジ大学で、ドイツ学、イギリス学、心理学を収めた。1959年、エルンスとバルラ派の戯曲についての論文で博士号を取得。1959年から62年の間修立。 実家高等学校の教諭を務める。1962年から1964年まで東京の国際キリスト教大学で講師を務め、帰国後日本を舞台にした小説、うさぎの夏で作家デビューを果たした。以後ドイツのゲッティンゲン大学、アメリカ合衆国のコーネル大学、スイスのジュネーブ大学、チュ中立非公家大学で教鞭を取りながら作品を発表している。 1970年には、スイス作家協会から分離した、オルテングループの創設に関わり、同グループの主導者の一人となった。1974年にはスイス憲法改革委員に、名を連ね、1975年にはスイス、社会民主党から、全州議会議員選挙に立候補したが落選している。1999年から、ベルリン芸術アカデミーの会員となり、 2003年から2005年まで会長を務めた。小学校教師の父は再婚で、無宿の生誕時にはすでに60代だった。イボケー氏に文学史やバルター無宿、児童文学作家、エーラス無宿がいる。新日課であり、妻は日本人である。ありがとうございます。